はい、こんにちは、みーです。今日はいきなりですけど、GU の購入品紹介をやっていこうと思います。はい、ということで、早速着てるんですけど、これ私1900円で買ったんですけど、最近また値下がりして1200円になってました。ピンクのですね、可愛い半袖のニットトップスです。なんていう名前だったっけ？ケーブルクルーネックセーター。ピンクだけがね、安くなってるんですよね。ケーブルクルーネックセーターと言いますね。ピンクだけお買い得なんです。はい。で、このスカートはね、めっちゃ使えるんだけど、このスカートがこんな感じです。ちょっと待って、探すから。丈感はね、結構長め。ちょっと待って。はい。スカートの丈感こんな感じです。スカートね、なんてタイトルだったっけ？これはね、1990円です。めっちゃ使いやすい。ポケットが両側にあります。まあ裏地とかはないんですけど、分厚いですね。これか。ブラッシュドジャージーナロースカートです。若干 A ラインになってますね。はい。で、丈感は膝下。で、私のくる、ですね。腰高めになってて、この、なん、こんくらい。汗出るのこんくらいです、うん、いいよね。ここ靴履いたとして膝はここです。ちょうど膝と靴の中間ぐらい。まあ長めシルエットで安心できますね。こんくらいです。はい、可愛くないですか？これ2つで1990円で買ったので4000円コーデです。いい。今は1200円なのでピンクだけお買い得です。なんかベージュとかも可愛かったんですけどね。生地感はこんな感じです。冬まで使えそうな生地です。ラインとかは響きにくいですね。ちょっとこうなしたら見えるけど、はい、両手にポッキー入れるから。ちなみに携帯入れたらこんな、携帯入れたらこんな感じで出ますね。ちょっとは、はい、でこんな感じです。そして次、今日買ったの見せます。はい、ちょっとトップス着替えてきたんですけど、これは別最近お買い得で買ったね、 GU で買った560円の、リブティですね。ワゴンの中にあったの、可愛くない？ベージュナチュラルなカラーで、袖が長いので今でも使える。あ、このスカートの、ね、気をつけてほしいところ、これ引っ掛ける洗濯用のやつが出らないように気をつけてください。切るか。でも私はそれで洗濯したいから、こうやって中にちゃんと入れてくださいね。はい、これを合わせて、私今トップス着替えたんですけど、たった今買ってきたんですよ。値札付き、まだ緑のカーで1990円、木曜日まで1990円です。これね、 M サイズ買いました。これ V ネックカーディガンなんですけど、1990円、めっちゃあったかい、暑いぐらいあったかい。で、L か M か悩んだんですけど、去年もこれ買ったんですよ。めっちゃ濃い緑をね、濃い緑で買ったんです。スフレヤン V ネックショートカーディガンです。で、今回 M 買った理由は、なんか L 前回買って大きめで着たんですけど、これはこのスカートに合わせたかったから M サイズで小さくしました。でもちっちゃいって言ってもちょうどいいんですけどね。開けたらこんな感じ。このスカートと合わせたらこんな感じですね。見える？ちょっと M がまだついてるから、たった今買ってきたのがあるでしょ。こんな感じ。このスカートとぴったり合うんですよね。可愛くない？閉じたら、閉じてもぴったり。 L だったらね、もうちょい長くて、ちょっと後ろから見てね、このスカートが結構隠れちゃうので、ちょうどね、使いたかったので M にしました。今ね、歯が痛くて喋りづらいんですよ。滑舌良くなくてすいません。こんな感じです。はい。で、これで4点買いました。これは木曜日までの期間限定1990円です。ちょっと最後まで見えるように一周しようかな。今折り縮まってるけど、こんな感じです。このね、ボタンが可愛いよね。ボタン、
ボタンの模様可愛くって良くない？ね。こんな感じでございました。今日の動画、簡単にユニクロ購入品ご紹介しました。チャンネル登録よろしく。ではまたね。バイバイ。